はい、お便りこと、陽介管理人でございます。ちょっとなんか、各方面でですね、若干の話題になってるという感じで、はい、まあ、今日はですね、ビッグニュースを、二つですね、用意を。各方面。最初に、各方面っていうか、まあ、一部ですね、いうことでございます。もう結論から言っちゃった方がいいですね、すっぱりとね。あ、今そっちの動画撮ってるんですね。あ、そう特典動画じゃない。あ、ごめんなさい、うちわの話ですいません。はい、いうことで、まずですね、林管理人がですね、引退します。はい、これが一個ですね。これま、マジですよ、マジ、フィクションじゃないですよ。はい、あれですか、どっかエジプトかどっかに行くんですか。そうですね、アフリカです、ね、アフリカに行ってしまうということでちょっと一時休業させていただく。でも魂だけは残りますんで、それはね、おいおい多分分かっ、オタレコマニアの人だったら分かると思います。はい、魂だけは残ります。はい、よく分からない。まあいいや。はい、というあとですね、村上以後さんがですね、なんとオタレコクルーに入ったということでございます。新人です。ということで、はっきり言ってですね、オタレコクルーもどうしていいかわからないっていう、超大型新人、超大型新人、超メジャー級ですから、ね、やりづらくしてるんじゃないか。いや全然そんなことないですね。楽しくやらせていただきます。未だに俺緊張してるからね。この方誰だっていう方はですね、知らないとまずいんで、Google かなんかで検索してくださいね。フロアの神で検索。フロアの神。脱げばわかる。脱ぎながら仕事して、そっからカメラ入ろうかみたいな。絶対 NG でね。話もありましたけどね。はい。ちょっと影の権力者の NG が入りました、ね、普通に炎上しますよね。発表したら裸で仕事してるの。村上さんに関しては突然ですね、陽介管理人のもとにコールがあって、まあその前にワンクッション稲に連絡があって、どうみたいな感じだったんで、そうです。で、そっからこう、私の方にっていう感じだったんですけど、まあ、機材のことをさらに、はい、もう、チェックするという。45歳にしてですね、DJ としてもう一皮、二皮向けて、お題に修行に来ました。いやいやいや、勘弁してください。いや、でも本当にもう刺激ある毎日で。いや、でもあれですよね、普通にすっげえなと、すごいっすよね、なかなか。だってもうフロアの神と言われるぐらいの方がですよ、もう一からっていう感じで。そうですね、オタレコのスタッフの成瀬くんのお母さんと同い年です。やばいっすね。昨日発覚しました。それ半端ないですね。成瀬くんっていう18歳ぐらいの若いやつがいるんですけど、そのお母さんと、はい、同い年っていうことは、別に成瀬くんのお父さんでもいいというぐらいのご年齢という、はい、ことでございますね。まあ、はいはい、そこはもう全然ハートは二十歳なんで大事です。いやいや、でも本当にですね、これ結構みんなびっくりしてて、ですね、ね、なんでみたいな感じですね。ようやく発表できましたよね。毎日がもうドッキリみたいになってます。DJ とか来るたんびに、みたいな。そうなんですよね。電話とかでも、そうですね、お知り合いの方は伺っていきましょう、ね。村上伊です、みたいな。そうなんですよね。はい。まあそういう感じで、なんか、昨日なんか爆弾発言言われてましたけど、目指せ定年っていう、定年までいる。いや、もうぜひ村上子管理人目指してます。ぜひお願いします。会長の座も狙うっていう噂のちらほら ありますけどね。はい、でも、はい、これで村上子もパワーアップ。いや、もう本当に、おたいさんもパワーアップできれば最高かなと。いやもう本当お願いします。はい、そうですね、もう、まあね、はい、林店長も、はい、
実は会長になるっていう噂が。そらないですね。で、まず会長になる前に、アフリカに出張に行かないといけない。そうですね。はい。黒魔術を学んで、柔術を学んでから会長職になるという、いう感じなんですけど。まあでも生きて帰ってこれたものは数人ですから。そうですね。はい。わずかということなので、あれですけどね。まあまあ、そういうわけで、林家に行ったんですね、お休みということでしたけど、まあ、どうですかね、2年ぐらいかな。そうですね。ですね。はい。どうでしたかね。いやまあ、とりあえずなんかいろいろ濃かったなっていう。はい。もう、端的な感想、ね。はい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 、はい。まあ、DMC もそうですし、あとビートグランプリとか。あった。あとはまあ日々の仕事がやっぱりもうこうなんでしょうね、機材とかまあ音楽のことが本当にこう凝縮された時間を過ごすことができたので、その辺はもう本当にクソガキにまみれながら毎日。いやでも本当そうですよ。だって、そうです。興味あることしか、そうですね、ないですからね。もういろいろ飛び交ってる言葉がもういちいちこうね、興味そそる、はい、気になるみたいなのがありますよね。そうですね。なんかね、村上さんなんか確か初日いきなり会議かなんかだったんですよね。お便りレコードね、朝会議やってて、週1回かなやってて、そうで、ね、でそれなんか会議でなんかジョン・ディグイードとかっていう言葉が出るっていうのを感動しましたみたいに言われて、ね、確かにそうだよな。会議やりづらそうでしたけどね。完全に売ってましたからね。なんでこの人いるのみたいな。いやでも本当ね、はい、結構まあ、ね、はい、入らせてもらう前から楽しそうだなとは思ってましたけど、はい、本当にもう中入るとよりこう、はい、より楽しいですかね。はい、素晴らしい、ね、もう濃い職場です。ありがとうございます。はい、まあそういうわけなんで、まあ行く人来る人というそういう感じです、ね、感じですかね。はい、いう感じでございますが、まあ実はまあまあ林さんにまあ今後の展開にまあ期待という感じですね。でまあ村上二号さんも板伝とかやめてくださいよ。神いますかみたいな。いやいや、かかってきそうだもん、普通にね。完全にそれもうネタ振りになってます。あと DJ のやり方を教えてくださいっていうのはダメです。はい。それはね。はい。そんなあれですかね。はい。いうことでございますので、まあ、これからもですね、ご期待ということで、よろしいですかね。はい。はい、じゃあ、まあ、ちょっと、村上さん、じゃあ、オタレコ TV のですね、視聴者に。全国津々浦々の、はいはい、いやもうメッセージをお願いします。いつも見てるのに不思議な感じですけど。これから、まあ、ちょくちょく出てくると思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。で、まあもちろんですね、夜の方も、はい、はい、夜の方も、いや夜の方メインですから、こっちは。夜の方はもう相変わらず、はい、現場盛り上げて、村上号でね、DJ としても活動してますので、もちろんですよ。フライヤーなど、いや、そっちがメインですから。本当、はい、ぜひ遊びに来てください。あれですか、パーティーインフォってどこでチェックすれば、はですね、村上ゴ .com で、ホームページがあります。公式出ました。はい、はい、村上ゴ .com ですね。あ、ちょっと出しましょうか。そうそう、村上ゴ .com、ちょっと待ってくださいね。本当に行き当たりばったりなんですね。まあ基本事前の打ち合わせはありません。そんなことないですよ。入念な打ち合わせをしてですね、これも全部仕込みですから。ね、村上ご構想2年みたいな。構想。店長入るとどんだけ効率なんですか。やばいっすね、村上さん。村上さんやばいっすね。こんな感じですね。うさちゃん。うさぎキャラで。うさぎキャラにぴったり。これって合成ですか？実際来たんですか？これは、まあ、来てもご想像に。別に隠そうが隠さないがどっちでもいいような気がして。無駄毛は処理しました。あ、無駄毛は処理した。まあ直近だと、あれ3月5日、ワールド。あ、今晩。そうですね。今晩、京都です。TJO さん、はい、DJ。ブロックイヘムで、村上の TJO と、
はい、ワールドディスコ、京都ワールドディスコ、ワールドディスコ、はい、でもあの編集が間に合わないから意味ないっていうね。あ、終わっちゃってる。もうちょい先のやつないかな。 あとあのトランジットスタジオでクリスタルっていうあのはい、はい、あのここの稲も一緒にやる、あ、名古屋ですね。はい、あはははは、あ、稲と一緒にやるんですね。はい、なるほどなるほど。という、あ、土曜日ですね。トランジットスタジオ。あ、あ、はい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 。すごいよ。12日トランジットスタジオですね。15日、これ行ってもいいんですか？全然いいですよ。プラチナも名古屋。名古屋多いな。18日ダイヤモンドホール。ダイヤモンドホール何やるんですか？宣伝してくれるじゃないですか。ありがとうございます。いやいや。ダイヤモンドホール何やるんですか？ダイヤモンドホールは、はい、そのまさにウサギのアーシャで来たんですけど、はい、ちょっとコスプレパーティーみたいな。へぇー。まあ、なんだろうな、学生パーティーじゃないけど、ああ、そっち系の。そういうヤングなパーティーですね。あ、ヤングなパーティーですね。報道新刊パーティーみたいな。マジですか？コスプレみたいな。おぉ、ちょっと謎すぎて行ってみたいですね。はいはい、結構いろいろ詰め込み系の。なるほど、なるほど。で、21日が8名古屋。最近名古屋多いんですね。そうですね、うん、名古屋か京都、ね、名古屋か京都、名古屋か京都ですね。21日エイト名古屋、25日トランジットスタジオ、26日、あ、ゲンズセカンドも行くんだ。はい、ゲンズセカンド、ゲンズは大体月1で。おお、で、2日ワールド京都ですね。はい、来月4月9日ダブル金沢。そうなんですよ、来月はね結構金沢、東京、行ってみたい、はい、金沢、あと静岡とか久々にちょっと、おー、地方がいいですね。なるほど、という、感じで、まあ引っ張りだこという感じで、超忙しいのになぜかなぜかガンガンに働いていただいてるってい う, もうなかなかのペースで働かせていただいておりますいう感じでございますけどね。ただすごい充実してますよ毎日、はい、今が青春みたいな。そうですね、今までどんだけこうダラダラ生活してきたんだっていう、これが生きるってことかなみたいな生きがいを見つけられたということです。実感が、生の実感が今いうことでございますね。はい、まあ、で、じゃあ、林管理にですね、はい、まあ、2年間のですね、総決算とアフリカにこう旅立つ意気込みをですね、ちょっと、したいと思いますけど、はい。いやー、ちょっと、アフリカに行く意気込みのところで、ちょっとどうしていいのかもうわからなくなっちゃった。うん。まあ、そうですね、本当、在籍2年間で、長いようで短い、間だったんですけど、本当に、先ほどお話しさせていただいたみたいに、まあ、濃ゆい、時間を過ごさせていただいて、で、まあ、いろいろ本当に、まあ、さっき村上さんもおっしゃってたんですけど、うん、まあ、基本的には好きなことなので、うん、やっぱ自分もすごい勉強になることが多くて、うん、で、まあ、職場 の, 仲間内でいろいろ話をする中でこういろいろ勉強になったりとか、うん、まあ、お互いこう知識を交換できたりとかって、そういう部分はすごい大きかったなと思ってます。で、うん、やっぱ本当にその辺でこう得たものがすごい大きかったので、うん、まあ、ちょっと一旦は、ま、マジですかいやいやいや、うん、まあ、ちょっと まあ、社外に出る形になるんですけど、うん、まあ、何らかの形でまたそのあたり、まあ、お返ししていければなと思ってますので。素晴らしい。そうですね。まあ、多分、イベントとかセミナー系はまた、またです顔出したりとかそういうこともあると思うので、うん、まあ、ご覧の方と、同じ目線で、うん、っていう形にはなってくると思うんですけど、そうですね。まあ、おかげさまで、いい形で2年間過ごされて、いやいやいや、本当にありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。今後ともお便りことよろしくお願いします。いやいや、なんか固めの感じで、結構なんか林さんとおたれこ TV 出た時って結構傑作が多いんですよ、うん、俺が振り返ってみて、はい、結構面白い回が多くて、結構もうちょっと動画撮れたらよかったなと、
まあいろいろとですね、まあ、あの、後悔の念もありつつっていう感じなんですけど、まあまあ、あの、今後の、林管理人にもですね、大いに期待を、いただくという感じでございます。で、また林管理人が、まあ、ちょっとそういうわけで、海外に、行くとか行かないとかっていう噂もありますので、後任のですね、人間もですね、早くも、控えておりますので、まあ、それはまあ、また、挨拶が、挨拶があるということでございますので、どうぞ。自分かと思いました。あ、違います。はい、彼です。そうそうそう。彼はまた。そうそうそう。という。X-Men。X-Men ってほどでもないけど、まあ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 、楽しみですね。はい。いう、ヒント、俺よりも声がでかいっていうね。はい。いうことでございますけど。はい。まあ、そういうわけで、まあ、林管理に、長い間、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでね。はい。じゃあ、ありがとうございます。あとはお任せください。心強い、マジですか。よろしくお願いします。これ多分よろしくお願いします。3人でガッチリやる。ああ、ありがとうございます。ね、はい。いうことで、今日は全人代が開幕してますので、それに対抗していこう。はい。ということでございますんで、まあ、今後とも、よろしくお願いします。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。